まだ早いし、どこかへ行く？
Thank you.
Thank you.
消えない。疾風のごとし。己を連絡。風が吹き、運営はとどこの一致で十分。チェックメイト。送ってやろう。この曲はあんた乗ってる。 とどまる。この一矢で十分。素晴らしい時はさようなら。邪魔だ。地上よ来たれ。この賭け、俺には届かぬが皆を招こう。
逆風に負けないで。疾風のごとし。素晴らしい時はさようなら。風が吹き、運営はとどまる。この一瞬で十分。剣に連鞭は不要。剣はなしだ。落ち着いて。この時、俺には届かぬが、皆を招こう。この月下で全てを照らさん。この一瞬で十分。素晴らしい時、さようなら。この賭け、皆を招こう。
いい感じ。Thank you.
サンゴの意志を。一旦よ。闘志は消えない。天を突く。全員死刑。素晴らしい時、さようなら。
こうやって探すのは効率が悪い気がする。触覚の悪鬼が食事どころに押し入り暴飲暴食、体重の倍の量を平らげる。これ尻尾の仕業だったりしないかな。尻尾ならやりそう。これは単に食い逃げで捕まった人が言い訳してるだけだと思う。じゃあこれは怖い怪異事件発生。7日で複数の珍職人が最悪に見舞われる。前にホラー原理を見てた時、尻尾が一番大事なところで私を脅かしてきたのを思い出して。これはただのいたずらじゃないかな。あるいはこれをネタにして元気の売り上げを伸ばそうとしてるのかも。ファフォってばもう何時間もラフ雑草に張り付いて、ちょっとでも怪しい事件を見つけると私たちにこれって尻尾かなって聞いてくるんだよ。尻尾も大忙しだよね。どんな悪事も尻尾に関連付けられるんだから。尻尾はまだいるって私の直感が言ってるの。でも本当にいるならなんで私に会いに来てくれないんだろう。うん、妖魔の考えを当てようとするのはやめた方がいいと思う。尻尾は長年封印されてたわけだし、突然自由になれたんならしばらくはあっちこっち走り回ってるんじゃないかな。フォフォもお姉さんなんだから包容力を持って辛抱強く待たないとね。でも尻尾がいなくなったとしてもフォフォがすごい半眼であることに変わりはないよ。それは今回の作戦行動でも証明されてるでしょ。この数日みんなと一緒に行動して少しずつ自信を持てるようになったけど、つい尻尾がいた頃のことを思い出しちゃうの。あの頃の私は役立たずの臆病者で、何かあったらすぐに隠れていた。でも尻尾はいつも私を罵りながら問題の解決を手伝ってくれた。私のお兄ちゃんみたい。はあ、まさに悪縁だね。あ、みんな見て。なになに、尻尾を見つけたの？これ、尻尾の仕業なの？
どうかは置いといて、これは絶対に西洋の仕業だよ。早く行こう。遅れたら面倒なことになる。そんな時間ないって。クエンなら何か知ってるかもしれないけど、話を聞きに行ってる間に手遅れになっちゃう。みんな気をつけて。今回はすごく攻撃的な西洋かもしれない。兄弟、少し落ち着け。さっきある技を習得したんだ。その技でお前の命を終わらせてやる。関係のないものは近づくな。ここは危険だ。私たちは関係のないものじゃないよね、ハンガン様。君は師匠、それにハンガン。君、なんで獣王氏の人間と一緒にいるんだ。説明すると長くなるし疲れるから、とりあえず目の前の問題をどうにかしよう。運気軍の兵士さん、この場は獣王氏が引き継ぐから協力してもらってもいい？わかった。でも手加減はしてくれよな。呼吸するその感覚、覚えておく。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。落ち着いて。大丈夫なのか。命の危険はないはずだけど、手足が痙攣したり会話が成り立たなかったりするのは抜け出せない妄想にとらわれてるからだと思う。力を根こそぎ取られたような気分だ。大丈夫。いくつか質問に答えてほしいの。自分の身に何が起こったか覚えてる？ぼんやり覚えてるような。ちょっと待ってくれ。今日は探偵師に忌み物が出たっていう報告が入って、隊長にそれを相当するよう命じられたんだ。でもその後のことはまるで夢を見てたみたいにおかしかった。俺の武器が急に喋り出したと思ったら、俺に武芸の指南を始めて、俺の技は見かけ倒しで力の無駄遣いだから、力を抜けば代わりに武器を振るって敵を倒してやるって言われて。なんで母さんと同じ？じゃなくて、やっぱりこの件は西洋が関係してたんだね。それで指示に従ったら、信じられないことに自分の実力が上がったように感じたんだ。でも武器が言うには、俺の資質はあまりにお粗末らしい。
あいつはもう一人弟子を取って自分の技を思い切り輝かせるって言ってた。その時になってやっとそばにキュンを吐いた子供がいて、俺を見つめていることに気がついたんだ。ラフなら小さい頃から武芸を習ってる子供も少なくないけど、剣を履いて歩き回ってる子供って、私たちの考えてる人じゃないといいんだけど。今ならはっきりわかる。あの子供は将軍の皇族元凶だ。いっそのこと当てが外れてた方がマシだった。俺は自分の刀に言われたことを不満に思って、そうしたら気づいた時にはもう元凶に手を出してたんだ。ちょっとこの人に怪我がないか聞く方が先じゃない？その時奇妙な光景を見た。元凶が自分の持ってる剣と話をしてたんだ。それから振り返ることなくここを離れて、そして俺の武器は二度と喋らなかった。まずい。彼のことは俺に任せて、君たちは早く追うんだ。元凶の武器は構造士が作った名品で、持ち主に呼応するらしいの。持ち主の一挙手一投足に宝剣は魂を持ったように応じて、決してそばを離れないんだって。もしかしたら元凶は何か危険な目にあったのかも。だから剣が飛び出して誰かに知らせようとしてるんじゃないかな。少年の剣の腕があれば彼を傷つけられる妖魔なんていないと思うし。さあそれはどうだろう。西洋みたいな変なものはどんなに鋭い剣でも切れないからね。迷ってることがあるんだけど。不吉な話ならやめて。さっきの運気軍が遭遇したことから考えると、危険な目に遭うのは多分元凶じゃなくて。そういうこと。この剣の跡を、どっちにしても事態が深刻化する前に元凶君を見つけないと。完全に暴走する前に早く彼に追いつかないと。
来なさい。闘志は消えない。立ちなさい。悪い子よ、おやすみ。落ち着いて。矢はつがえた。天を突く。立ちなさい。平気よ。呼吸するその感覚。見事な手術だったわね。ここは気流台に向かう私が、剣の様子からして元凶くんは気流台にいるんだと思う。本当にこのまま無鉄砲に飛び込んでいくつもり？西洋に取り憑かれてなくても元凶は運気軍一の剣士なんだよ。スーちゃん怖いの？でも今回の西洋は今までのと違ってかなり凶暴みたいだし、私も怖くなってきたかも。変なこと言わないで。私は歩き始めた時から母さんの剣の訓練を受けてる。将軍の愛弟子には及ばないけど、戦いにおじけづいたりしたら運気軍の名と花伝の剣に泥を塗ることになっちゃう。でも確かに少しだけ怖いかも。元凶に取り付いた西洋がその凶暴さを発揮したりしたら、みんなを守りきれないかもしれない。今回の獣王子の作戦が始まってから、将軍様はずっと陰で私たちを支えてくれてた。今度は私たちが報いる番だよ。そうじゃなくても、私は半眼として西洋に体を奪われた彼に将来後悔するような大きな過ちを犯させるわけにはいかない。師匠さん、ケーナイフンさん、ナナシビトさん、私に力を貸して。今元凶くんは気流台にいる。ナナシビトさん、行こう。気流台にいる。七死人さん、
体にこんなにたくさんの剣が。絶対西洋が生み出した幻覚でしょう。今ここで鈴を鳴らして囚われてる元凶と話ができるかどうか試してみない？幻覚？君たちにも見えるなら君たちも元凶に落ちたってことじゃないの？慌てる必要はないよ。僕からすればこの剣人はまさに宝物庫だ。顔を上げて適当な剣を見るだけで僕が学んできた技よりはるかに多い数千もの技が尽きることなく披露される。何よりこの西洋はさらなる高みを求める人を拒まない。将軍？嘘だね。僕の探偵しての任務は終わってるし他の命令は受けてない。今は僕が自由にできる時間なんだ。今のうちにこの剣人で妖巨先生に教えを請いたいと思ってる。妖巨？その作用は妖巨って名前なの？そう、妖巨先生は僕の剣術の穴を見つけどうやったら上達できるか教えてくれると約束してくれた。だから僕は妖巨先生をここに連れてきたんだ。ここは僕が何度も挫折を味わった場所だからね。少年、俺がいれば全てが変わる。隠月の流尊だろうと、あの性格ハンターだろうと、貴様に技を伝えた女だろうと、俺の教えを受ければ貴様は奴らをはるかに超える無限の功績を手に入れることができるだろう。あの人たちをはるかに超える無限の功績。君たち、いいところに来てくれたね。僕は賢人から少し学びを得たばかりなんだ。君たちを砥石としてその鋭さを試してみるとしよう。僕の戦術が至らなかったせいで何度も敗北した。妖巨先生の教えがあればきっともっと強くなれる。呼吸するその感覚。風が吹き、この一瞬で十分。素晴らしいと、さようなら。地上よ来たれ。落ち着いて、ダンス、センター。剣での戦いは誠意を持って挑むもの。みんな、全力を尽くしてね。早く目を覚まして。あんたとは戦いたくないの。これは僕のわがままだって分かってる。でもやっぱり僕と手合わせしてよ。天下無敵。君たちの技は本当に粗雑だね。このまま続けても意味がない。なら、なぜ奴らを斬らない？この人たちを斬る？今のはただの練習試合だと思ってたんだけど。勝者は生き、敗者は死ぬ。戦場の法則は宇宙の法則と同じだ。剣術は勝利の芸術であり、勝利した剣だけが受け継がれ、敗北した剣はあればかに埋もれる。でも俺を
拒んでいるのか。それは無意味な慈悲だ。その雑念を捨てられないのなら貴様に進歩はない。剣を上げろ。勝者は生き、敗者は死ぬ。何偉そうに憲法の優劣を語ってるの。ただ人を駒として好き勝手に使って他人を利用して殺意を満たしたいだけの悪者じゃん。私が持ってる権限権は代々家に伝わってきたものなんだけど、私にこれを渡した時、母さんは剣を折っても勝とし志奪うべからずって言ってたんだよね。それから私はずっとその言葉の意味を考えてた。今やっとその意味が分かった。母さんはきっと剣は折ってもいいけど志を奪ってはいけないって言いたかったんだと思う。謙虚、さっきの戦いの勝敗はまだついてないよ。このまま続けても意味がないなんて定説一方的に言わないでよね。この小娘の闘志は実に熱い。彼女はガンとして戦うと言ってるが、少年、答えるのか。僕、引いたりなんかしない。師匠さん、これは雲鬼軍同士の問題で、負けてもいいけど仲間を見捨てて雲鬼軍に恥をかかせるなんて私の剣に顔向けできないでしょ。あんまり長くは持ちこたえられないと思う。早く将軍を探してきて。彼が来るまで絶対に倒れたりなんかしないから。そんなに焦った様子で一体どうしたんだ。憲法を教えることで人の心を揺さぶる際、私に代わって教えてくれるのなら助かるが、その妖魔は勝ち負けへのこだわりが強いようだから元凶の手には余るだろう。その前に盗み聞きしているフエンに質問した。君は妖気を知っているんじゃないか。もちろん。あいつは両元の武を司ってた。そして私たち断片の中で
一番好戦的なやつでもある。それでその元凶って剣客は何者なの？私の弟子だ。お前から悲しみの匂いがする。ああ、分かった。無能な弟子を助けるために師匠自ら戦わざるを得ないんだ。ああ、妖怪が羨ましい。君は悲しみの味を知っていてもなぜ悲しいのかは分からないらしい。弟子が勝敗に執着して判断を誤った。これは師として私の落ち度であり、私が悲しんでいる原因でもある。ここで余裕のあるふりなんかしない方がいい。妖怪は殺傷性がすごく高いから、一度刺激されたら血のつながった家族すら意に介さなくなる。ましてや師匠なんて言うまでもない。早く行けば、使徒の殺し合いの邪魔はしないから。何、私を嘲笑いに来たわけ？でも今はお前の話を聞く気分じゃないから。気流台で師匠が待っている。さあ行こう。カフカ、俺たちを。新作譜の妖艶も大したことないね。私なんて一撃で倒されちゃうと思ってたんだけどな。まだ持ちこたえてるなんて、私って自分が思ってるほど弱くなかったんだね。少年、貴様はためらっている。ずっとためらっているぞ。これほど実力差のある剣士を相手に貴様は一体どれだけの時間をかけている？貴様には剣士としてのプライドがないのか？この気流台での敗北を再演するつもりなのか？早く小娘を切れ。血だけが剣についた恥辱を注ぐことができる。彼は切ったりしない。将軍。少年、貴様に剣を教えた者が来た。こいつの指導のもと、貴様は失敗したことこそなかったが、最近になり人生で初めての挫折を味わった。そして貴様の剣術に対する自信は大きく揺らいだ。貴様はこいつに失望されることを恐れ、こいつが望むような人間にはなれないのではないかと心配している。こいつに俺が教えた技を披露するのだ。きっと貴様の成長を喜んでくれるだろう。こいつに教えてやれ。次の一撃で先週のために勝利をつかみ取るとな。僕はこの一振りで。元凶は私に何かを証明するために剣を抜いたりはしない。私は彼を信じている。彼が必ず勝つことを信じているのではなく、いつの日か彼が勝ち負けの概念から抜け出し、自分が剣を振るう
真の理由を見つけられると信じているんだ。その理由は楽しいからでも、人を救いたいからでも、敵を殺したいからでもいい。その理由は彼自身が見つけるべきものであり、何人も彼に教えることはできない。今の彼はその最初の一歩を踏み出したんだ。将軍、僕は勝ち負けの概念からの脱却、それは死者と負け犬を慰める言葉に過ぎない。気流台で惨敗した時のことを思い出せ。死の淵をさまよう感覚を想像してみろ。あの時、性格ハンターの剣が貴様の体を貫いていたら、貴様はここにとって勝敗の意義を考える機会さえなかったのだぞ。今こそ己の限界を超え、全ての枷を打ち砕く時だ。死に貴様を縛りつけようとする将軍に向かって剣を抜くのだ。将軍、どうか剣術を披露させてほしい。ここで挑戦を申し込みたいんだ。妖巨先生、僕はこの剣人と先生に挑戦を申し込む。俺の苦心を無駄にしたのこそ、貴様の功績は本来無限だったというのに。残念なことに貴様には無駄な思考が多すぎる。だがそれも重要ではない。俺は貴様を指導しながらその一挙一動を把握した。貴様が俺に挑戦するというのなら、もちろん応じてやる。貴様の技を使い、最後の授業をしてやろう。貴様の剣法は全て把握している。貴様に披露してやる。非常な剣の下でそれらはどれほどの威力を発揮するのだろうな。時期は一瞬です。大丈夫だ元気。剣術の型を隠し思考を制御すれば心を乱されることはない。分かった。天を突く。槍先に火を、炎の火を断ち切れ。送ってやる。今成した。落ち着いて。この崖に皆を招こう。闘志は消えない。呼吸するその。剣よ、我が命じる。剣に連銀は。立ちなさい。私が守る。風のごとき送ってやろう。落ち着いて。期待に応えられなく。この一撃、運は僕に味方したみたいだね。実にいい。貴様の勝ちだ。はあ、
は無事に終わったね。こいつを氷炭の中に収めないと。君はよくやってくれた。私も年だから、感情を煽るような話はやめておこう。それでも僕を幻の中から助け出してくれたみんなに感謝しないと。特に師匠。もう西洋に取り憑かれた人ってなんでみんな謝るのが大好きなんだろう。みんなは被害者で、悪いのはあちこち好き勝手に逃げ回ってる奴らなのに。むしろ私と戦う時に抵抗してくれたり手加減してくれたりしてありがとう。でももしかしたら最近私の腕が急に上がったってことはないかな。三人ともそう思わない？ねえ。うんうん。起きてる時のスーちゃんはすっごく頼りになるよ。いけない。ラフの帝宝の一面広告欄を買ってしっかり自慢しないと。みんな私をこき下ろすのが日課になってない？この件についてどのようにラフ雑草に載せるつもりなんだ。新作譜に関わることだから、できれば。それについてはその彼女と相談させてほしいな。事実を隠してくれてありがとう。本当に反省してる。ううん、全部無事に終わったわけだし。でもこれ以上長引かせるのは良くないから、早く戻って西洋を速計大蛇人に封じよう。この西洋の危険性を考えると逃げられないか心配で。では、私と元凶は先に失礼するとしよう。ふう、じゃあ私たちも行こう。さんがいてくれてよかった。自分の実力は
私が一番よくわかってる。もし元凶が西洋の誘惑に抵抗してくれなかったら、みんなが助けを呼んでくるまで持ちこたえられなかったと思う。それ私も不思議に思ってた。助けを呼びに行かせるなら一人で十分だったよね。あの状況なら彼女みたいな戦力を残して手を貸してもらうべきだったんじゃない？ちょっと恥ずかしいんだけど、あの時は頭に血が昇ってそこまで考えられなかったんだよね。はぁ、スーちゃんってば、呆れた。そんなに頭に血が昇りやすいなら一度断定して見てもらった方がいいよ。これも三人を守るためじゃん。フォフォは誰かが守ってあげないとだし、ケイちゃんは一般人だし、危険なことをさせるわけにはいかない。それに彼女に至っては新作譜の気品だもん。何かあったら外交問題になっちゃうでしょ。必死に考えて結局私が残るのが一番いいと思ったの。尻尾がいたらみんなの足を引っ張ることもなかったのに。今のは聞かなかったことにして。フォフォ、私が適当に言ったことなんか気にしなくていいから。スショウさんのせいじゃない。ただ尻尾がいなくなってから、私みたいな普通の人間がいつまで獣王子の仕事を続けられるのかなってずっと考えてたの。悩むのはやめる。明日はもっと危険な任務があるかもしれない。みんなしっかり休んでね。
まだ早いし、どこかへ行く？
Thank you.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 
闘志は消えない。Thank you.
Thank you.